BTS が12月に米国でオフラインコンサートを開催することが発表された時、あるビデオは SNS で話題になりつつあり、多くの人がすぐに目にするその映像に登場する表現だと言えます。最近 SNS で BTS のメンバー J-Hope の実物を見た時のニューヨーク警察の表情の変化についての映像が投稿されました。この映像は2020年2月にリリースされたアルバムのために、BTS が米国でショーを行っているとのことです。多くのファンはニューヨークのロックフェラープラザの前で開催された NPC の代表番組であるモーニングトゥデイショーに出演した直後に撮られたとされています。当時 BTS がニューヨークの真ん中に登場したというニュースとともに、朝はニューヨークの街を塞いで写真を撮り、夜はロケ地を作ることが話題になりました。そしてアメリカや世界中から多くのファンが BTS のメンバーに会いに来る状況で、ニューヨーク市警が秩序を維持し BTS を保護することを目的として BTS への道を開いているという映像です。しかし、勤務中のニューヨークの警官は、無表情な表情で道を切り開いているうちに、BTS のメンバーである J-Hope が通り過ぎると、彼の表情は一瞬のうちに自分の義務を忘れられたように、ゆっくりと変化します。そして J-Hope から目を離れられませんでした。それに対して J-Hope は驚きでした。多くの人々がニューヨーク市警の顔の表情について、こうコメントしました。本当に J-Hope を見たら、そんな表情があったと思う。目を離すのは無理と思われる反応がたくさんあります。また、アメリカのロサンゼルスで開催されたオフラインコンサートから間もなく、これが自分たちが体験しなければならない表現であるというフィードバックを多くの人から受けました。ニューヨーク市警だけでなく、BTS のメンバーの前で感情を表現できる多くの人々も、国、人種、年齢を問わず、世界中に BTS の沼に落ちます。現在、米国でのオフラインコンサートへの期待とともに、BTS のメンバーの実物を見ているニューヨーク警察の映像が話題になりつつあります。多くの人が BTS のスタジアムの埋め立てのイメージを待ちきれません。BTS がアーミーと呼ぶファンの前で最後にオフラインコンサートを開いたのは、2019年のソウルでのコンサート。20年にワールドツアーを予定していましたが、パンデミックを受けて中止し、バーチャル形式に切り替えていました。今回のコンサートは新型コロナウイルス下でイベントはオンライン開催を強いられてきた BTS にとって、パンデミック、世界的大流行の状況下で初のオフラインコンサートとなります。最後までご覧いただきありがとうございます。